サンカル・プレッティは、インドの映画監督、脚本家。テルグ語映画、ボリウッドで活動している。第三次インパ戦争における、パキスタン海軍潜水艦、ディアブロの沈没事件を題材に、インド海軍潜水艦、カランジの戦いを描いた、インパクトクラッシュで監督デビューした。ハイデラバード出身。家族は、ランガレッティ県、イブラーヒーム・パトナムの出身だった。 ハイデラワードの CVR カレッジオブエンジニアリングで工学を学び2006年に卒業する。卒業後はオーストラリアブリスベンのグリフィス大学に進学して MBA を取得しようとするが中退し、同国最高の美術学校であるグリフィス映画学校に進学し2009年に MFA を取得する。インフォシスでソフトウェアエンジニアとして半年間働いた後、 オーストラリアで高等教育を受ける。商業映画デビューする前に短編映画を4本制作しており、それらは iPhone で撮影されている。その後、アニマティック会社、クリスタル 3G を設立し、インパクトクラッシュ制作の際にアニマティックを提供している。サンカルプは、自身が執筆したザ・ブルー・フィッシュを映画用の脚本に手直しして、同作の脚本に採用した。 同作は、ジャグラン映画祭で上映され、第65回ナショナルフィルムアワードで最優秀テルム、5長編映画賞を受賞した。2018年には、バルンテージを主役に起用して、アンタリグジュム 9000KMPH を制作した。ありがとうございます。